い、皆様こんにちは、竹でございます。ナルセでございます。お、いいね、ナルセ君、ついに少しずつ声が出てきましたね。はい、というわけでですね、今回なんですけれども、やっとですね、久々のコラボ撮影ということでですね、今回はイタリアンのあのすごいシェフに来ていただいてます。次は早速なんですけれども、ご紹介させていただきます。どうぞ。あれ、もう厨房で働いてる人みたいなっていう。よろしくお願いします。小遊です、よろしくお願いします。今日はですね、我々やっぱりこう和食なので、和食の中でやっぱりこうお肉、お魚、お野菜というところで、まあ、場所がここ神奈川県の横浜になるので、今回ね、こう三浦のお野菜をいろいろと買ってきました。で、こちらに合わせるソース、イタリアンのシェフというバーニャカウダですね。和のお野菜にも合うであろうバーニャカウダソースを、まあ、今回ね、ちょっとね、教えていただくというような感じで、実際に私のお店に来ていただいたお客様にですね、ファビオさんの味をね、召し上がっていただければなというふうなところまで僕勉強しますんで、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、今日バーニャカウダってことなんですけど、はいはいはい、そもそもこのイタリアのバーニャカウダって、うん、その北イタリアの、関さんワインが好きじゃないですか、はい、バローロとかバルバレスコの産地のピエモンテ州ってところの伝統料理なんですよね。必ず入るのがニンニク、うん、であとアンチョビ、ニンニク、アンチョビ、あとはオリーブオイル、オリーブオイル、で、はい、塩、これが入るのが伝統的な作り方ですね。なるほど。で、まあ、レシピにもよるんですけど、ここに生クリームが入ったりとか、はい、チーズが入ったりっていうレシピがあって、うんまあ、今日ここで僕が作るバーニャカウダでどうやったらいいのかな、ちょっと自分でも考えたんですけど、はい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 、そもそもこの和食なので、そのお野菜の美味しさをやっぱ引き出したいなと思ったので、うん、そっち寄りのバーニャカウダをちょっと作ろうかなっていう感じですね。生産者の方もめっちゃ喜ぶと思います。やっぱりお野菜のね、生産者の方々、自分が作ったお野菜に対する愛情ってやっぱりものすごいですから。いやー、すごいですよね。はい、ニンニクの剥き方教えてもらっていいですか。はい、ちょっとなんかこのやり方があるのか分かんないんで、ちょっと自分、いや、ちょっともう、はい、大体剥いちゃったんですけど、はい、このニンニクの背中のところに、はい、真ん中に切れ込み入れてあげると、こう包丁入れてパカッと開くので、はいはいはい、そしたらですね、なんかこれ全部最初やっちゃって、ちょっと時間経つとここに空気が入るので、もうこのまま剥けるんですよ、実は。こんなやり方初めてなんですけど。そうなんですよ、これやっちゃうともう楽ですね、ニンニクは。あ、包丁とかじゃ必要ない、最初のその最初の背中に入れるやつだけやってあげれば、あとはこう勝手に剥けるんですよね。ちょっと不思議なんですけど、すっごい綺麗にいくんですね。はい、すごい綺麗に剥けるんですよ。今日は国産の青森県産を準備してもらったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ニンニクもできればやっぱり、うんうん、柔らかい香りを出して、うんうん、素材の味をやっぱ生かしていきたいので、はいはい、できればやっぱ青森県産とか、加熱して甘みが出るようなスペイン産とかがいいですかね。おすすめですね。普段ね、やっぱりこう和食だけしか作ってないと、ニンニクってそもそもそんなに使わないので、あんまりニンニク自体っていうのはそんな使わない。使わないです、使わないです。まあ、そうなんですね。本当に使わないです。逆ですもんね。逆にニンニクめっちゃ使うみたいな感じですよね。そうなんですよね。でもイタリア料理もこう意外と省によっては全然ニンニク使わないところもありますし、あ、そうですか。なんか結構イタリアンってその刺激が強いニンニクの、ニンニクと唐辛子が効いてみたいなイメージ結構あるんですけど、そん実際そんなことなくって。あ、そうなんです。なんか今日みたいなこのニンニクも牛乳で煮て柔らかい香りと甘みを引き出すというやり方するんですけど、結構刺激じゃなくて甘みとか香りを出すような調理法が多いですね。まあ、和食でいうその出汁引くのと同じで、やっぱりこの素材の旨味を水分、水に抽出するっていう、まあ、お茶と同じような考え方で。そうですね。まあ、でもこれも牛乳にこのニンニクの香りを抽出していくっていうような感じですね。そういうイメージですね。料理は一緒ですね。料理一緒です。これも基本的には牛乳で炊いて、はい、まず臭みを抜くっていう仕事をするんですけど、はい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 、これもどういうバーニャカウダソースを作るかによって炊く時間もやっぱ変えないといけないと思うんですよね。炊きすぎたらやっぱニンニクのいいところもなくなっちゃうと思うので、はい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 、自分がその作りたいソースの幅に合わせて炊いていく時間もやっぱ変える必要があるんですね。はい、
オリーブオイルはなんか今回はちょっといろいろとオイル変えてみましょうみたいな話で、はい、まあ、ごま油だったり米油だったりとかなんか面白いなと思ってるんですけど、はい、どういうイメージでやっぱりどの油を使うことにとかってあるんですかね。だからそもそもその北イタリアの、はい、まあ、ピエモンテの方で使われるオリーブオイルって、はいはい、まあ、イタリアだと、ピエモンテの下にリグーリア州っていう、まあ、ジェノバのジェノベーゼの町があって、そこは港町なので、はい、まあ、そこで取れるアンチョビだったりとかオリーブオイルを使うのが結構多いんですよね。でそこ の, あのリグリア州のオリーブオイルの特徴が、結構そのオリーブオイルって辛かったりとか苦かったりとか強いイメージがあると思うんですけど、リグリアのはすごく柔らかいんですね。なのでその伝統的なのとかイタリアを考えると結構柔らかいオイルが合うのかなって思うので、まあ、和食でやるとしたらその柔らかさとか出すって言ったら米油とかいいのかなって思いました。はい、ニンニクまずあの牛乳 で,、はい、でひたひたぐらいです。でまあこれを一般的に3回茹でこぼして柔らかく煮ていくって方法がまあ一般的なんですけど、あのこれも炊きすぎるとやっぱりニンニクの良さがなくなっちゃうので、あとはそもそもこれが青森県産でやってるからどちらかというと柔らかい方のニンニクじゃないですか。だから僕は2回ぐらい茹でこぼしでちょっと炊くぐらいがいいのかなと思いますね。で1回茹でこぼします。で牛乳ってこう炊いていくとここに薄膜が出るじゃないですか。でこの膜のところに臭みが乗ってるイメージなんですよ。青森県産のニンニクってこの1回茹でこぼした時点でもなんかいい感じの香りのような気がするんですよね。そんなこの嫌な匂いじゃないじゃないですか。いい香りですね。普段和食の調理場では嗅がないようなすごくいい香りがしてます、はい、だから実際この今匂い嗅いでですけど、もう茹でこぼしこれであと1回ぐらいでいいのかなとは思いますね。はい、これでもう茹でこぼしは完了です。はい、あとはもうゆっくり沸騰させないで、沸騰させるとまたあの牛乳臭さ出ちゃうので、はい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 、最後はゆっくりこう低温で炊いていくイメージですね。これどのぐらいまでいったら OK？ これはもう味見して、はい、そういう感じですね、決める感じですね。なんか抜き型とかも使おうかなと思ってて、はい、なんか星とか。じゃあ僕抜き型係いっていいですか。はい、お願いします。じゃあ僕ちょっと切ります。なんかこう自分とカメラさんの均衡を並んで包丁しているっていう姿すごいシュールだ。 ないですよね。はい、してこれ抜き型痛いね。可愛くない？欲しい。タビオさん、ちょっと可愛いっす、欲しい。あ、いいですね。可愛いっすよね。これはいいですね。桃之助くん。桃之助くんってなんか聞いたことありますね。桃之助か。ズッキーニ、これ揚げたりします？ズッキーニは、はい、どうしましょう。焼きますか？焼きいいですね。焼きいきますか。ニンニクがちょっと味見してみて、はい、多分もう大丈夫だと思います。はい、結構もうしっかりくたくたっと、もう十分だと思います。え、すっげえいい香り。なんかこうポタージュみたいな。わ、ほんとそうですね。はい、全然嫌な感じしない。国産だったら逆にポタージュみたいにして冷製でちょっとなんか敷いたりしてもすごく美味しいんですよね。おっ、え、これニンニクっすか？そうなんですよね。美味しいですよね。美味しい。はい、すっ
ここまでいったらもうバーニャカウダ、あとは混ぜるだけで簡単です。はい。じゃあどうします、もう混ぜちゃいますか。はい、混ぜちゃいます。ただアンチョビですね。はい、全部いっちゃいます。これ 25g ぐらいなんで、ただちょうどいいぐらい。最初ちょっと様子見でやった方がいいかもしれない。それぐらいにしましょう。どうですか。もうガンガン回しちゃって大丈夫です。結構いい感じだと思います。はい、いい感じですか。おお、いいですね。これだとでも今あったかい状態でこれだと冷えたらめっちゃ硬くなっちゃいますよ。はい、なのでここにもうちょっと米油と、はいはい、あとはあの香り付けですよね、うんうんうん、まあこのままでバーニャカウダソースなんですけど、うんうんうん、アンチョビの海の香りなのでちょっとなんかエビの、わかんないです、和食なのでちょっとなんかわかんない、桜エビの香りだったり、うんうんうん、なんかいろいろこう入ってても面白いのかなと思います、ね、なるほど、はい、で冷やし固めれば多分うん美味しいですよ。うまいぞこれ、マジでうまいぞ。すごいディップになりましたね。美味しい。あとはちょっと重いなって思ったら、うんうん、この液体は何入れても僕はいいと思いますね。はいはいはい、なんかおだ究極言ったらお出汁入れてもいいと思うし、うん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 、ちょっと一番だしください。だし入れたらこれめちゃくちゃ美味しいと思います。はい、このぐらい入れてもいいんじゃないですか。入れて大丈夫と思います。入れます。お、すごく食べ慣れてる感じの雰囲気になってきてる。あ、美味しいわ。僕もちょっと今ここの厨房に入って思いついたんですけど、本当にちょっと出汁入れるといいと思います。いいですね、はい、いいっすね、めちゃくちゃいいですね、はい、いいっすね。森橋の代わりです。はい、いくらぐらいでご提供したらいいですか。いくらぐらいが限界ありますかね。めっちゃくちゃできました。できました。はい、ちょっと置いていただいて、でこちらに先ほどのソースを、はい、フィンガーフード、結構たっぷりいった方がいいですよね。たっぷりいった方がいいです。これマジでマジうまいわ。ほんと美味しいですね。だしが入ってめちゃくちゃ良くなりましたね。お野菜とすごく相性が良くなった気がします。だしを入れるときの和食とのすごい馴染みがすごい、それっぽい感じになったね。どうなんですか。本来多分もっとアンチョビ効かすんですけど、はい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 、やっぱりなんかアンチョビを減らして僕はこの出汁を入れて、でちょっと塩足すぐらいの方がらしさが出るんじゃないかなって思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ちょっと実際にこれをあの自分のお店で出せるかどうかはもうなるべく頑張ってみて。頑張ります。ぜひあのこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
ないの。